新森沢、愛知県碧南市にあった、劇場、映画館。1887年に開館し、1961年に閉館した。愛知県道302号新川町停車場線と、新川駅前通りが交わる、新川駅西交差点から150メートル南、医療品店の大黒屋の裏手にある駐車場の場所にあった。設立時の出資者の一人である、 服部長七鶴ヶ崎地区の合商であり、壁海軍大浜村の村会議員でもあった岡本八江門は、1883年11月26日に、大浜村からの北大浜村の分離独立を成立させた。岡本八江門が経営する、モメントンや金八は、壁海軍有数の規模であり、同族には、明治洋水海通の律役者である岡本平松などがいる。 伊勢湾台風の夜に、当地で公演中だった、南春雄1879年には、現在の壁南市域発の劇場として、大浜村に、村営劇場の宝来座が開館。これに対抗する形で、1887年に、北大浜村座鶴毛先に開館したのが、新森座である。新森座は、資本金2万円の株式会社形態であり、岡本八重門。 北大浜村初代古町であり北大浜村村長の角谷康兵衛、土木技師の服部長七ら七人が出資していた。木造三階建ての新森座は、西三河地方最大の劇場だった。後に奥谷一郎が経営を継いでいる。新森座は、演劇の上演を中心としながら公共性の強い施設として、講演会や演説会などにも使用された。 太平洋戦争後には映画スターや歌手による実演も行われている。1953年の壁南市には新川キネマ、三映座、鈴木座、新森座の4巻の映画館があった。1958年には木浦温泉街に浜劇が開館し、旧新川町域では新森座、新川キネマ、浜劇という3巻もの映画館が競い合った。 1959年9月26日に、東海地方を伊勢湾台風が襲った夜には、老局市から転校して、人気歌手となっていた、南春尾が商店街に呼ばれてやってきた。南は停電した新森座でろうそくの明かりを頼りに、歌ったが、結局は、暴風雨により途中で公演が中断し、翌年の出演を約束して、新森座から帰った。南は、 実際に1960年にも新森座を訪れており、観客は3波の立儀さに感銘を受けたという。映画再生期である1960年の壁南市には、新川キネマ、三映座、鈴木座、新森座、浜劇の五貫の映画館があり、これは、壁ッ海軍域では、安城市や狩リ市を上回っていた。経営者の奥谷一郎が亡くなると、 新森沢1961年に閉館した。2005年4月には新森沢土地が壁南市営新川町駅西駐車場となった。新森沢に近い名鉄三河線新川町駅と駅前通り現在の壁南市浅間町三丁目にある医療品店、大黒屋西側の駐車場の場所にあったとされている。ありがとうございます。